皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2016年公開の、ジェイソン・ボーン。現代、ジェイソン・ボーン。監督はポール・グリーングラス。脚本はポール・グリーングラスとクリストファー・ラウズ。主な出演は、マット・デーモン、トミー・リー・ジョーンズ、アリシア・ビカンダー、バンサン・カッセル、など。ひっそりと暮らしていたジェイソン・ボーンの前に、CIA の同僚だったニッキーが姿を現す。彼女は CIA が世界中を監視するための極秘プログラムを立ち上げたことと、ボーンの過去にまつわるある真実を告げる。これをきっかけに、再び動き始めたボーンの追跡を任された CIA エージェントのリーは、彼を組織に取り込もうとするが、というストーリー。シリーズ第5弾。これまでのように原作小説に合わせてタイトルをボーン・ビトレイヤルにしなかった理由は不明。ポール・グリーングラス監督とマット・デーモンが再びタッグを組んだだけあって、テンポも良く、見応えのあるアクション映画に仕上がっている。ただしボーンシリーズならば、それ以上のものを求めてしまう。ボーン・アルティメータムでほぼ完璧な形でジェイソン・ボーンの話を決着させたのに、再起動するまでの意義をこの作品には見出せなかった。ということで、評価は。サムズアップ。